はい、今年最後の古墳巡りでございます。もう今日が最後ですね。さて、リクエストがございましたんでね、以前中入ったんやけどね、小さいライトやったんでね、今回はこのライト持ってきました。真っ暗でしたからね、前は。ナビで来るのにここに来るまでに30分ぐらい探し回ったかね。あれ、この辺のはずやけど。あ、ありました、ありました。あら、入られへんの、鍵かかってんの。あ、開けてるね。はい、あ、開いてんのか。坂屋千塚古墳群、階段塚古墳1号墳、これがこの坂屋千塚古墳群では一番大きい石碑でございます。昔ね、明治12年やったかね、モースさんがこの中のね、石碑図を築きされてるんですよ。これ以前一回入ったんやけど、あ、こんな大きかった。なんか真っ暗やったんでね、もう、うわ、広っ。ちょっと入り口が1メーターほどじゃないからね、どんなんやろ。おお、すごいじゃないですか。前真っ暗なとこ見たんでね、両袖式はね、あの辺のあれね、あれが少し残ってますね。なんとね、平成になってからだったかな、分かったのは。もうね、1987年やから140年ほど前の話やからね。すごい。あら、すごいね。すごくございました。あの時は暗い、電気が暗かったんで、あ、こんなすごかったの。高さも4メートルあるね。これ、この石ね。この一番奥の石のね、これがね、スケッチ。横にね、なんか大きな石が、これか。これね、スケッチ見ましたけどね。150年前。約40、50年前にこれをスケッチされた人がいるんやからね。それで100年ぐらいは誰もね、見越してないんでね、全世界に発表してくれたんだけど。すごっ。これはすごいわ。おー、両袖式は。はいはい、両袖。はい、あの、両袖がきちっとね、残ってますし。いやー、これは以前真っ暗い中で、なんやろ、あの、スマホの電池かなんか耐えてきたのかな。真っ暗やったね。すごいね、これは。これはだいぶ綺麗やから、いつや、7世紀か。かなりね、石も削ってはくれてますけどね、綺麗に。何にも残ってないかな。石棺も何も残ってないの。これは大きいから、この辺の主張級の墓かね。あ、素晴らしいわ。これは保存状態ものすごいですね。ね、古墳によってはもう、ね、下手したら石が崩れそうなところがあるんでね。おお、すごいすごい。これはすごかった。ここのやつも、おお、なるほどね。この、いや、ちょっと埋まってんね、なんか下が。ちょっとね、下がおそらくね、1メーター。5、6センチ埋まってるで、最低ね。この辺も石にスケッチされてたね。全部されたんだけど。あ、すごいすごい。あら、すごかった。これは、リクエストいただいた結果来たんだけど、ありがとうございました。前なら見えないやないか、言ってね。あれは見えはね。はい、今回見えました。あー、すごい。これは A 墳で30メーターの高さ5メーター。ぐらいあったように聞いてたんやけどね。あ、すごかった。わかりませんか。そこに石が組んであるんだけど、その石は何だろう。ここも石組みがあるんだけどね。あら、これ石垣やだ。崩れように石が組んであっただけか。あ、失礼しました。いい感じでした。
これは素晴らしかった。墓地から上がってすぐですからね。はいはい、はい、ありがとうございました。開山塚古墳でございました。はい、上へちょっと上がってみよう。上は何かね、この辺にもなんか古墳があったようで聞いたんやけどね、これやったかな、これ古墳というような話だったけど、何もないか。これは何もないですね。石室がどこ空いてるかな。あー、分からんか。これも古墳じゃないかって聞いたんだけどね、まあ来た時にね。ちょっと今日は曇っとるけど、大阪市内まで見えますね、綺麗に。だからあちらこちらにあるんですよ、古墳が。随分破壊もされたみたいだけどね。この奥もね、古墳がなんかあったらしいんだけど、この一番手前に行きだけね、石室が覗けるのがあるらしいね。見てみましょうか。見れるかね。あったあったあった、滑る滑る。これもね、石室入れるかね。あらあらあら、もう入るというか、もう竹だらけでさ、入られんのかね、これ。あら、竹だらけや。全くこれ入られへんかね、これ。こんなところ張って入っていってる人おるのかね、これ。いや、これは大変やわ。入れるかね、滑るね。無理やな。この竹が邪魔やな。この木が、木がどけたら、まあちょっと汚れるけど、どんなんやね。あ、わ、大きいね。あ、見える見える。見えますわ。結構大きいでございます。石もね。奥行きが、7、8メートルあるね。多く電車使ってくれてんだけどね。ちょっと入れんのが難点やな。大きいね、思ったより。あらあら、石も大きい。はい、ありがとうございました。これはもう滝いっぱいで入られへんわ。あー、すごいね、ここはい、滝がいっぱい立ってる。まあ入れる滝はあんま、まあ切らんと。ちょっと入れなかったね、滝がいっぱいで残念でございました。あー、これも行かれんのか。そこにね、古墳があんねんけどね、ああ、行かれませんね。行けませんか。あの石がね、一応見えんねんけどね、あの奥に。あれ、まあ、下がこれだけ、下降りてるからどうなんだろうな。可能性としては低いか。低いね、わからんな、これじゃ。この辺も、古墳があったんじゃないかって聞いたことは聞いたんだけど、ちょっと分かりませんでしたね。はいはい、ありがとうございました。開山塚古墳でございました。はい、次行きましょう。ありがとうございました。